東京に新たな名所が誕生です。中央区佃の区立石川島公園パリ広場に木造の佃テラスが完成し、今日竣工式が行われました。東京都は様々な人や町、それに活動をアートで結び、東京の魅力を創造して世界に発信していこうという計画を進めています。木造のテラスはその一環として、総合ディレクターの国際的な美術家川又忠さんが地域住民と手作りで建設したもので、佃テラスと命名されました。大人の我々もすぐ登ってみたいなという気になりますけれどもね、ここへ、登るとスカイツリータワー、また向こうには東京タワーも見える。この川又プロジェクト、去年は荒川区で木造の塩入りタワーを手掛けています。東京都は自分たちの手で作り上げた作品からの眺めを通じて、変遷する東京の過去と未来について考え、一連のプロジェクトを地域だけでなく世界へ発信していきたいとしています。